どうも高井です。この2冊を本読んで思うことを話したいんですけど、一つがビジョンの正体で、一つが美貌格差って本ですけど、こっちの本のね、定義でいわゆる美人と絶世の美女、絶世の美女っていうのはこっちの本で言うたった 1%、 もしかしたらその 1% 以下かもしれない。絶世の美女というのは崇められる、まあ、モデルのような顔、モデルのようなすごい美人っていうね。だから高嶺の花じゃないですか。高嶺の花だからこそ異性である男性側はなかなか声かけづらい、デートも誘いづらい。だからなかなかやっぱりそういう彼氏っていうのはできづらいだろうし、だからこそやっぱりね、結婚に結びつきにくいかもしれない。まあ、目を離さなくなっちゃうんだけどね。要するに美人が普通に通り過ぎたら、あの先輩だって思うかもしれないしね。だからまあ職場になんないと、恋愛事に関してはもしかしたらチャンスがその美しすぎる美貌のせいで少ないかもしれない。でいわゆる美人っていうね、こっちの方で 27% の存在してるっていう風に出てるんだけど、まあ普通に絶世の美女ほどじゃないにしても振り返られる。で外見だけで就職やね、結婚は生活しやすいってことがある。だから絶世の美女っていうわけではないから旦那さんをゲットしやすいってのがあるよねっていう。で裕福な人生をくれるっていうことがある。でいわゆる美人はどのくらいが美人なのかっていうと、あれモデルのあの人に似てるよみたいな、アイドルのあの子に似てるよみたいな話だと思うんですけど、そういういわゆる美人っていうのと絶世の美女っていうのと、もしかしたらいわゆる美人の方がまだまだいいかもよっていう。で絶世の美女に見えなくてよかったんだと思うことがあるかもしれない、この本読むとね。で今で言うとメイクでほぼカバーできるっていう、なんだろうな、ものすごくメイクのテクニックが上手い人であればメイクでカバーして男性にモテモテになっちゃうかもしれない。だからこそこういう本を読んで、あ、絶世の美女に生まれなくてよかったって思うことがあるかもしれないので、これね、読んでみてください。それでは。